万州は広報から見たホーム、岡山方から見たホームあたり駅の北には国道2号がある。伊部、片上地区は国道2号と阿光線がほぼ並走するように走っている西片上駅は岡山県備前市西片上にある西日本旅客鉄道阿光線の駅である。駅番号は JRN12、岡山方面に向かって右側に単式一面一線のホームを持つ。 地上駅。築堤上に位置するため、周辺の住宅等からはかなり高いところにある。これは、ルカ沿いのわずかな平地に町があるが、鉄道と道路は、川沿いの両方の山地部分からこの平地の真上を突っ切る形で建設されたためである。駅舎と出入り口は、国道2号沿いにあるので、地上駅ではあるが、周辺の町からは3階以上の高いところに、駅舎、ホームがある。 東岡山駅管理の無人駅。自動券売機と IC カード読み取り装置が設置されている。自動券売機が設置されるまでは簡易宅駅だった。ホームの傘上げ工事もされている。住宅が密集している。片上湾は駅から数百メートルほどの距離にある。かつては道和工業片上鉄道の片上駅に最も近い JR 駅であった。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。